平成23年7月、東日本大震災の影響により、キャンパスを相模原に移した海洋生命科学部の2年生たち。いよいよその学習の場をフィールドワークへ向けてスタートしました。相模湾の真鶴半島に位置する七掛海岸は、急な坂と階段を下ると天然の岩場が目の前に広がる入江海岸です。天石の裏も見てください。撮った後はですね、写真撮ったり採集した後はまた元に戻してやるね。夏の強い日差しが照りつける中、学生たちは夢中で磯に住む動物や植物を探します。ここが、真鶴海岸になります。今2年生の皆さんが、磯に入ってここに生息している生物を観察したり採集したりしています。主にこの磯では長状体と長管体、それから長果体の3つに分かれていまして、でそれぞれ住む生物が違うので、学生の皆さんはそれを調べながら、どこにどういう生物がいるかというのを調べながら採集観察をしています。でここで採集した生物は大学の方に持ち帰って実験室で詳しく、形態分類を行ったり、観察をして、その生物が一体どういうようなものなのかを調べる、そういう学生実習を行っています。強い波風にもさらされる厳しい環境の中にも多くの生物が生息し、その様子を観察することができます。トレス。持ち帰った採集動物はグループごとに準備された水槽へ移され、観察が続けられます。植物はおしば標本として保存します。仕上げを良くするために真水にさらし、塩抜きを行います。広大な海にはまだまだ人の知らない世界がたくさんあります。このように実際にフィールドに出かけて観察することで、いかに多くの生き物が海に住んでいるかということを実感できます。同時に海洋生命科学の基礎知識が養われていきます。